はい、都城オステオパシー治療院の海老原孝です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は新型コロナウイルス、新型肺炎についてのお話になりますが、その中でもですね、世界的食糧危機についての話になります。で、実はですね、新型コロナウイルスの影響から今後世界的に食糧危機が訪れる危険性があるという発表があったんです。そこで現在の情報から考えられる世界的食糧危機の危険性とですね、私たちができる対策、そして健康を失わないためにするべきことをお伝えしていきたいと思います。この動画をご覧いただくことで世界的食糧危機の危険性と行うべき対策が分かります。これは理学療法士とファスティングマイスターである私の知識と経験から話せる内容になります。このチャンネルでは健康、美容、ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、新型肺炎、新型コロナウイルスによる世界的食糧危機についての話になります。で、今ね、やっぱ新型コロナウイルスの感染拡大がものすごいことになってますよね。まあ、イタリアもね、結構ひどいことになってますけど、今そのアメリカの方もね、えらいことになってるらしくて、まあ、日本もそれに続いてですね、今はその感染拡大が急速に伸びているところです。まあ、特に東京なんかはひどいですよね。で、私も住む宮崎県でも昨日また新しく3人感染が新しく見つかってですね、やっぱりいよいよ広がってきたなって思ったところでした。で、この世界的食糧危機についてはですね、4月1日に世界保健機構と国連食糧農業機関と世界貿易機関という3機関のトップが発表したもので、現在進行中の新型コロナウイルスの危機に対して適切に対応できなければ世界的な食糧危機が発生する恐れがあるというふうに、発表された内容なんですね。まあ、だからまだ確実というわけではないんですけども、今後そういった危険性が出てくる可能性は十分にありますよというふうに警告したという内容のものなんです。まあ、だからその新型コロナウイルスのね、その抑制ができなければ、感染を抑制できなければ今後世界的な食糧危機になる危険性があるということなんですね。で、世界の多くの国が新型コロナウイルスの感染拡大を遅らせるためにロックダウン、都市封鎖を行っていますが、そのことによって国際貿易が難しくなって、食料品のサプライチェーン、つまり原材料の調達から生産、そして販売に至るどこかでそのストップしてしまう深刻な影響がですね、出てきてしまっているんです。例えばね、ある食料品を作るために原材料を、ね、外国から輸入してきて、その輸入品でその食料品を作っていたのにもかかわらず、加工品を作っていないのにもかかわらず、その原材料がまず届かないとか、もう作るところが人手不足になって作れないとか、あるいはそれを小売店にですね、運んで販売するところでその輸送する手段がないとかね、まあ、そういったサプライチェーンというんですが、そこのどこかでストップしてしまって、まあ、結局その消費者が購入できない状態になってしまうということなんですね。で、例えばですね、外国では封鎖された都市の住民が食料危機が目前まで来たと思い込んでしまって、スーパーの食料品を買い占めた結果、スーパーから一時的に食料品がなくなるという事態にもなっているんですよ。で、まあ、これは一つはその混乱によってね、そのどんどん買い占めが進んでしまったこともありますし、そのサプライチェーン、つまりその供給がね、なかなか追いつかなくなってしまってっていう、どちらも重なったことによってこういった事態になってるんですね。で、このような行動を見て、国連食糧農業機関の事務局長とか WHO の事務局長は、こうした食料品が手に入らないことによる不安から、国際的に輸出制限のうなりが起きて、結果的に食料品不足が起きかねないというふうに言っているんですね。つまり貿易が進まないことによって原材料が手に入らなかったり、製造ラインがストップしてしまったり、製品の輸入がうまくいかない現状があって、そこに不安から来る買い占めが続くと、お店に商品がなくなってしまいますので、食料危機に拍車がかかってしまうということなんですね。でも実際ですね、こういった状態になっている国っていうのはたくさんあって、日本もやっぱりこの状況に追随してしまっている状態なんですね。で、実際ですね、その過去にもこういった事例はあって、2007年の世界金融危機の後にはですね、米の生産国であるインドとベトナムが米の国内価格の上昇を避けようとして輸出を規制したんですが、その結果ですね、米の世界的な価格が高騰してしまって、一部の発展途上国で食料危機が起きています。で、また今回の場合でもすでにロシアはですね、小麦の国内価格の上昇を防ぐために輸出規制を開始したということなんですね。まあ、それってその2007年のね、その米の生産国がその輸出規制をしたのと同じなんですよ。で、ロシアはですね、世界で第3位に小麦の生産量が多い国ですので、世界的には結構な問題なんですね。だからもしかしたらそのロシアに続いてですね、その他の小麦の生産国までに輸出規制を始めたりとか、その他の食料品に関してもですけども、その自分の国を守るために輸出規制というのを行っていってしまうと、輸入によってね、食料品を取り入れている国っていうのは結構ダメージが大きくなっちゃうんですね。で、特に日本はね、その輸入に頼っている部分がかなり多いですので、特に大変なんです。で、日本の食料自給率は、まあ、カロリーベースというね、まあ
カロリーで計算してみると平成30年で 37% と先進国から見てもかなり低い数字なんですね。で、まあ約3分の1ぐらい自給してるかなぐらいの状態で、あとはもう輸入品なんです。で、食料品や製造に使う原材料もかなり輸入品に頼っていますので、世界の輸出制限が進んでしまうと日本は大きな影響を受けてしまうんですね。で、日本にはある程度の備蓄っていうのはあるんですが、それはお米ではですね、政府備蓄米って言うんですけども、政府備蓄米の適正な備蓄水準というのは100万トン程度というふうにされています。で、数字が、ね、大きすぎて100万トンでパッとイメージしにくいなって思うんですけども、まあ、例えばですね、日本人全員が通常通りお米を食べたとして、まあ、ざっくり計算すると52日程度持つ量だそうです。で、この2ヶ月にちょっと届かないぐらいですので、もしですね、そのロシアが輸出制限したようにして他の国も、ね、輸出制限が始まってしまって、もし小麦が不足してお米を優先して食べないといけないという事態になるとか、他の食料品が不足してもうお米だけを、ね、取るしかない、お米に頼らざるを得ないようなケースになってしまうというふうに考えると、ちょっと不安かなっていうような量ですよね。もう平均的な量で食べたとして52日分ですので、もうお米だけ食べたとしたらもっと早くなくなっちゃうわけですよ。で、また他の備蓄として食料用小麦もあるんですけども、これは国全体として外国産食料用小麦の需要量の 2.3 ヶ月分だとされています。ですから、まあ、足してですね、お米と小麦粉と足して、まあ、4ヶ月分は日本国民が食べ続けたとしてもあるんじゃないかなっていう、まあ、大体の量の計算になるんですね。まあ、でもこれってその平均的に食べ続けた量で計算されていますので、例えばね、その他の食料、その他の、ね、おかずとか、まあ、その野菜とかお肉とか、ね、まあ、食料品が届かなくなってしまった場合、もっと早くなくなる時代も考えられます。まあ、ただ民間でもですね、備蓄っていうのはある程度していると思いますので、実際にですね、国内の備蓄米っていうのを食べ尽くすにはもっと時間がかかるというふうにも想定されています。で、まあ、これが日本の備蓄の状況ですけれども、これを多いと考えるのか少ないと考えるのか、まあ、意見が分かれるところなんですね。で、まあ、最善のケースを考えた場合と最悪のケースを考えた場合で、まあ、想定が変わってくると思います。で、また国の備蓄食料以外にも長期的に見た場合、農作物の生産が滞ってしまうケースが考えられるというか、もう現在もですね、少しずつ影響が出始めているんですね。で、農業においては技能実習生として多数の外国人が受け入れられていて、農作業の重要な労働力となっています。で、平成31年の1月に行った認定農業者を対象とした外国人技能実習生の受け入れ状況を調査した報告では、農業者の 11.1% が外国人であるという報告になっています。だからもう10分の1ぐらいは外国人の方で賄っている、その労働力を補っている状態なんですね。で、しかし現在そんな重要な労働力として見られている外国人技能実習生がですね、入国制限によって来日の見通しがなくなってしまって、出荷数の低下とか負担の増大が見込まれているんですね。で、このような状況が続いてしまうと、農業に携わる労働力不足によって農作物の収穫量が減ってしまって、輸入数のですね、減少と相まって日本の食料危機問題が出てくる可能性やっぱり高くなってしまうんですね。で、また食料品が不足してくると食料品の価格がですね、高騰してくることも考えられますので、まあ、新型コロナの影響で経済的にもダメージがあるところにですね、こういった食料品とか、まあ、他の物質とかのね、こう価格の高騰っていうのはかなりダメージが大きいですよね。ですから、そのために今できる努力をね、対策をしておきたいところなんです。では私たちが今できる対策っていうのは何があるんでしょうか。これから食料品が減ってきてしまい、価格が高騰する可能性がある、そんな時に私たちができることっていうのは何でしょうか。それは一つはですね、家庭での備蓄を始める必要性があるんです。で、先日の WHO からのパンデミック宣言から備蓄を始めている方は多いと思いますが、最近はですね、その危機感も薄れてきてしまって備蓄品を使ってしまっている方もいらっしゃいます。で、しかしですね、本当に備蓄が必要になるとしたら今からが本番なんですよね。まだ物資では全然足りていて、近所のスーパーとかに行ってもね、その食料品ってもう何でも食べようと思ったら何でもあるじゃないですか。だからまだ全然の状態なんですよ。まだ全然物資は足りている状態です。しかし今からが本番なんですね。ですからやっぱり備蓄品はですね、今使ってしまったらいけないし、今からでもやっぱり備蓄を始める必要があります。で、実際ですね、 WHO でも日本の農林水産省でも家庭用食料品の備蓄を推奨しています。ということは、少なくとも日本の食料危機とか物流がストップすることによる食料品不足は起こる可能性があるということなんです。まさか日本でね、そんな食料品なくなることなんてないやろうみたいな思ってる方もね、結構多いんですけども、もうその国自体がね、その備蓄を推奨していますので、その危険性ってないわけじゃないんですよ。だから最悪ベースで考えた場合は、そういった事態になる可能性もあるんですね。
だからその外国のスーパーみたいにね、もうスーパーの棚に食料品が全くないみたいな状態がなる可能性もありますので、まあ、そういった最悪の事態も想定して備蓄っていうのはやっぱやっていった方が、まあ危険が少ないんですよね。ですからもしまだ備蓄を始めていないあなたや備蓄品を使って減らしてしまっている方は正しい備蓄をする必要があります。でただ備蓄を始めるにあたって3つ注意点があります。でそれはですね、まず1つ目は ゆっくりと備蓄することですね。で先日のですねトイレットペーパーが不足してしまった問題というのは記憶に新しいですよね。であれは物流が止まることですぐそのトイレットペーパーがですね、なくなると勘違いしてしまった方がもう一気に買い占めたことで起こった物資不足になります。だから物流が実際にストップして足りなくなったわけではなくて、もう一気に買い占めが起こったことによって一時的に地域的にね、そのなくなってしまったという状態なんですね。で前回はですね WHO の発表から数日であのような事態になったので、今回の備蓄もですね慎重に行う必要があります。で一人一人がですね一気に食料品を必要以上に買い占めてしまうと他の方のね危機感を煽ってしまって、あ私も買わなきゃみたいに、次の買い占めをね引き出してしまいますので、まあ買い占めが相次いで販売店から食料品がなくなってしまう事態になることも考えられますので、まあ一気に備蓄品すべてを大量に購入するのではなくて、まあゆっくりとね買い揃えていく、ゆっくりとした備蓄っていうのがおすすめになります。そりゃね、そのどっかのスーパーでねもうカゴいっぱいに食料品積み込んでしまって、ああもうこれで足りるかしらみたいな人がいたらそりゃ焦りますよね。それでニュースを見て世界的食料危機の危険性がありますみたいなニュースをやっていたら、もうそれはもうみんなが焦ってしまいますので、まだその食料危機っていうのは始まってないからですね、それまでに、まあ、ゆっくりと備蓄をね備蓄品を揃えていくっていう買い方がおすすめです。でそして注意点の2つ目はですね、備蓄品を無駄にしないローリングストック法です。これはですね備蓄品の消費期限が近いものから生活の中で使っていって、そして使った分だけをまた買い足すっていう備蓄品を無駄にしない方法になります。で備蓄品はですね無駄にしてしまうとまあもったいないですし、せっかくの食料品とかもありますからね、だからとてももったいないですし、まあ、使って減らしてしまうと、まあ、意味がないですので、まあ、使っては足す、使っては足すというローリングストック法で無駄のない備蓄をしてもらいたいと思います。そして注意点の3つ目は健康的な食料品の備蓄をしましょうということなんですね。でまずはもちろん命を守るために、まあ、とにかくねその食べられるもの食料品を備蓄することが大事なんですけども、備蓄品はですね栄養素が偏ってしまって健康を害してしまう危険性がとても高いんですね。で特に多いのが、まあ、お米とかね麺類とかお菓子とかレトルトとかインスタント食品など、まあ、炭水化物とか脂質が多いものは大量に買って、まあ、買い集めているけれども、タンパク質とかビタミンとかミネラルが不足しているという備蓄品の買い方をしている方が非常に多いんですね。しかしこれらの栄養素がないと免疫力が低下してしまって新型コロナウイルスに感染してしまう危険性が高まってしまいます。まあだからそういった食事が長く続くとですね、それだけ免疫力もどんどん下がってしまって新型コロナウイルスにかかってしまう感染リスクをねどんどん上げてしまいますので、やっぱりそれじゃ本末転倒ですよね。ですから健康的にも正しい備蓄の、備蓄食料品のですね買い方をしていただきたいと思うんです。まあ、ですから大事なのは栄養バランスにも気を使った備蓄ですが、まあその生鮮食品がねなかなかその想定できない中、どれぐらいあるかっていうのは想定できないですよね。どのぐらいその食料がね需給が足りなくなるのかわからないので、まあ、生鮮食品を抜きにして考えた場合になかなか栄養バランスを整えるというのは難しいかなっていうふうにおっしゃる方も多いと思います。でそのような方には備蓄品にですねサプリメントを足されることも考えておいてください。まあ、栄養素はね基本的にはその食事から取ってもらいたいんですけれども、まあ、なかなかこの備蓄品だけではねやっぱり難しいところはあるんですよ。まあ、だからそういった時にはねサプリメントを足すことも考えていただけると食事のその栄養素のバランスが、ね、取りやすくなります。ただサプリメントはですね選び方を間違えると体に悪かったりとか体に吸収されにくかったり、まあその飲まない方がいいような、まあ、低品質なものって結構多いんですよね。まあ、特に市販品なんか注意が必要なんですが、まあもしですねそのサプリメントの、ね、選び方とかもあるんですけれども、もしサプリメントを選びで迷われる方は私がおすすめする植物性のプロテインとか、あるいは原材料が分かっていて安心なオーガニックかつ無農薬の植物が中心で作られているマルチミネラルビタミンとかがありますので、まあ、こちらの正規販売店のリンクをですね下の説明に載せておきますので、もしご興味のある方はそちらもご覧になってみてください。でまた健康的に正しい備蓄用の食料品の買い方とか備蓄品を無駄にしないローリングストックについては別の動画で詳しくお伝えしていますので、下の説明欄からそちらの動画もぜひご覧になってください。でまた別の動画でもお伝えしているんですけども、もし備蓄をする際にはですね必要だと思われる備蓄品を一覧表にしたこういった家庭での備蓄チェックリスト
というものも、作ってありますので、まあ、それもですね下からダウンロードできるようにしてありますので、まあ、説明欄からぜひダウンロードしていただいてですね、このチェックリスト形式になってますので、それをこれは買ったこれは買ったというふうにチェックするように、です、まあ、ぜひ便利に使っていただけたらなと思います。なのでまあダウンロードしていただいてですね、自宅でプリンターで印刷していただいて、それで活用してください。ということで今回は世界的食糧危機の可能性と備蓄を始めましょうという話をさせていただきました。世界的食糧危機になるかどうかは今後の新型コロナウイルスの感染拡大のペースとかね程度にもよるんですけども、そのような事態が起こる可能性があるのであれば、無駄にしない備蓄から始めることっていうのはとても重要な対策だと思います。でどのような事態になってもあなた自身が後悔しないで済むような選択をしていただけるように、まあぜひ考えてみてください。で今回ご紹介した方法をはじめとして、私はこのチャンネルでご紹介する方法はあなただけではなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらずに必ず実践してですね、そしてあなたの大切な方にも教えて、一緒に健康になるように努力しましょう。もし私のチャンネルとかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか、実践した感想などぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アートでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。